はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回はポケット戦国続きをプレイしていきたいというふうに思います。前回勝家を滅ぼしたので今回その続きになるんですが、まずは その与力武将であった利家と成政、前田利家、さっさ成政、まあ、このあたりとね、関係の改善を行っていきたいなというふうに思っています。では、時間を進めていきましょう。でも、とにかくね、城はどんどん召し上げていきます。まずは、利家に金1万。成政にも同じく金1万を渡していきます。で、筒井の彼女は召し上げ。で、まあ、ただ召し上げるだけだと評判が落としただけになるんで、飴と鞭、金5000を筒井に包みましょう。で、主力隊はともかくなんですが、寺もね、作っていかなきゃいけないというのもあるので、寺と金とばらまきをとにかくやっていきます。で、秀久軍に関しては徴兵をしつつ、武将自体はどうしようかな。一旦このままここに留め置く。いや、ここに留め置いても意味はないので、美濃方面へ転出させておこう。一旦、北方城、あたりまで行きますか。で、岐阜城も召し上げます。この岐阜城ね、浮田から岐阜城も召し上げ。まあ、みんな金が欲しい、金が欲しいって言うんでしょうがないね。さあ、金また、ドガッと入ってきたので、この金を使って、何をするかというと、岐阜城、ここを召し上げます。で、召し上げた後は、また金をばらまきます。神前で、浮田に金5000でいいかな。5000ずつばらまいていきましょう。あとは、一騎が起きたら困るので、一騎対策。建設ですね。まあ、姫路あたりに一つ。いや、でも姫路はもう寺、建てるスペースないな。となると、辰野城に寺を建てましょう。で、あとは、北陸ね。結局、勝家の居城を奪い取ったので、この辺りも荒れ果てているというのを念頭に、寺を建てていきます。あとは、政策で火薬改良のために10万。コツコツ貯めていきましょう。で、今、姫路に兵を集めちゃっているんですが、姫路に兵を集める意味ないので、秀吉軍は、一旦、そうだな、岐阜に入れよう。いや、待て。秀吉軍岐阜じゃないな。秀吉軍は、安土に入れておこう。で、城の召し上げをどかすかやっていきます。で、外交上を確認しておくと危なそうなところはないよね。毛利、三好。この辺りは
金をばらまいてもいいかもしれない。毛利、三好、もう派遣してましたね前回。もうすっかり忘れちゃいますね。さあ、では美濃織田家に向けて軍を出していきましょう。越前府中か、やってくれるな越前の府中。ここに兵を出す余裕ないわ。誰かが取り返してくれるのを待とう。さあ、ではここで建設。越前府中って言われてもなーって感じするけどね。そこに兵を出す余裕はないので、誰かが回復してくれることを願って、とりあえず何もしない。安土に秀吉軍入ったので、これを使って、まずは妻木城。で、さらに、秀長も妻木城に入っちゃってんだな。ってことは、秀吉は妻木城じゃないね。普通に考えれば。秀吉は、梶田城に向かいましょう。で、また金が入ってきてますが、今回はちょっと金ために入ります。で、10万貯まったら、もうすかさずね。火薬改良を入れていきましょう。岐阜城で一機？岐阜城の一機はすぐに沈めよう。間に合うでしょこれは。さすがに。いや本当に一気さ多すぎだからさ、ちょっと一気対策するだけでもヘキヘキとしちゃいますね。では秀吉は徴兵で兵を回復していきましょう。秀長は、いや秀長も岐阜城にいる？違うな。ちょっと確認します。大名詳細武将情報で、岐阜はこの隅城にいるの、みんな。そういうこと？この隅城にさ兵置いておく必要ないので、戻しましょう。この隅、この隅。他はどこにいんだ？ちょっとわかんなくなってるな。確認しましょう。急いで。妻木城にも出すでしょ？武将がどこにいるかすぐ忘れちゃうんで。岐阜城にいる部隊、妻木城へ行軍中の部隊、さらに、喜多方城に何人かいるね。集めましょう。さあ、筒井には使者を送りつつ、そしたらね、郡上八幡を召し上げます。いやー、金があるだけでさ、こういうプレイもできますね。ガチな戦い方をしない。
よし、城の数が50になりました。まさに飴と鞭。で、秀吉軍1万8000。これを妻城に出しましょう。いや、本当にでも他の武将どこ行っちゃったの？小山城に2人、秀久とかがいるよね。これも呼び寄せよ。正則秀久は欲しいんで、外せない武将なので。ちょっと待って、なんで移動できないの？ちょっと一旦戻りましょう。バグってるっぽいので。そうか、ここだ。越前府中城が敵に奪われてるからだな。まあ、ただ越前府中には宇喜多秀家軍が救援に来てくれてるので、まあ、これと一緒になれば回復できますね。幕府を開いてみてはと三成が言ってますけど、まあ、正直ね、金が足りないんですよね、幕府を開くためには。さて、秀吉軍、これはさらに岩村城へ進出。そしたら、一旦安土に入れちゃおう。青木軍はね。で、秀久正則隊は、このまま内騎城へ進めていきましょう。秀吉軍も同じく内騎城へ進みます。で、越前府中城は、召し上げた上で、お、信孝殺したね。神前で、5000を宇喜多に包む。うお、42まで下がってる。次は1万包まなきゃダメかもしれないね。で、ここで朝廷から金のせびりが来たか。まあ、4万！マジか。4万持ってきますかい。だいぶ持ってくね。三好が当家を敵視。マジで？なんで？意味がわからん。ここまで、これほど仲良くやっていたのに。で、信雄ですね。よし、これで大阪城の建設イベントが始まります。で、一旦戦争は終わるので、この隙に、いろんなことをしちゃおう。で、秀久たちはどこにいる？ちょっと確認しますね。福島正則たち、秀久は、内騎城へ移動中か。
岐阜城に入れておきます。秀吉軍と合流ですね。いやー、なかなか金たまんないね。で、今大阪城の建設始まってますね。さあ、金が1万貯まったので進前。敵視されちゃ困るんで三好に。ちょっと待って、三好さ87もあるじゃん。87あって敵視するってさ、ちょっとひどくないかって感じするけどね。他の大名の詳細、外交情報から見ておくと、他、尾張織田家はどうでもいいので、浮田が75か。浮田には金5000、追加で包みましょう。さっき1回で5000包んどけばね、武将を節約できたんですが、まあ、ケチっちゃったんで、しょうがないですね。で、4万2000金が入ってきたので、これで10万までまたひた走りましょう。兵19人の兵を貸そう。いや、本当に今ね、内政充実させるチャンスなんで、内政したいとこなんですが、お金を貯めるチャンスでもあるので、ちょっと我慢しましょう。お、奥側から金1万が来た、ね、じゃあちょっと倍速にしちゃいましょう。ここは大阪城の建設が終わるのを待ちます。で、一応ね、ちょいちょい外交情報を確認しておきましょう。つまき城で行き、これは秀吉自ら鎮圧に。いやー、待て、最小の兵で行きたい。金をかけずに行きたい。で、同時に寺を建てよう。まだ8000使っちゃうけどね。そしたらまたお金使っちゃうけど、ここは今後のためにということで岐阜城に1番建てます。あと元高も余ってるので、元高は港を建てたい。港は建てられないか、建てられないで、港を建てたかっただけど建てられないならしょうがないね。OK だ、金節約しよう。お、さっさが当家に対して不穏な動き、ウェルカムだ。じゃあちょっとまたね、倍速で進めていきます。大阪城が完成したら変わってきますからね。妻木城
長課に一徹がいると。一徹をじゃあ雇っちゃいましょう。人材登用。秀吉自ら一徹の勧誘に行く。資金援助ね、五郎座に。よし、一徹が入ったね。で、大阪城はもうちょっとで完成しますね。ちなみにさ、一徹の能力的には足軽が13か。だったらさ、これ陛下変えてあげたいよね。陛下。一徹に関しては、陛下を足軽に変更。芦屋城で一気。困るね、こういうことされるとさ。せっかくもうちょっとで金が10万に達しようかというこのタイミングで。いや、寺ここにある？ない、寺じゃない、奉行所だ。奉行所と寺間違ってませんってコメント確かにいただいてて、あまり意味のない寺ばっかり建ててた、奉行所ばっかり建ててたんですよね。まあ、ここ誰か救援に行ってほしいわ。では、10万貯まったので、もう金がある今のうちに、すかさず、元高に、火薬改良をやらせる。で、外交情報確認しましょう。三好家が75か。倹約。ちょっと改善する必要あるね。ただ今、武将の余りがないので我慢します。誰も救援に来てくれない。ここね。奪われた。一気持ちになってしまいましたね、芦屋城が。ここでも誰かがね、攻略に向かってくれるんじゃないかなと思うんだよね。なので、そしたらその時に召し上げる。よし、大阪城完成しました。早速芦屋城に筒井が向かってくれている。さすがよ筒井。その他にも細川も向かってるね。これ速攻で召し上げましょう。確保してくれたら。続々と芦屋に羽柴貴家の武将たちが集まってますが、これで小牧長久手の戦いのイベント発展していきますね。さあ、筒井よ、その城をよこせ。
違う、細川だね。細川でした。じゃあ細川にお礼の金を献上しに行きます。でさらに神前で、確か三好がねこちらに険悪な雰囲気を一方的に持っているので、これも金で目くらましします。お、成政元親だね。これ信勝討伐戦が始まりますね。というわけで、じゃあちょっとキリがいいので今回はここまでにさせていただきたいと思います。この続きはですね、まあ、信勝、成政、ここを中心にまずは進めていって、四国は一旦三好に任せましょう。なので、まずは、この安土に入っている、兵1万。これをもって、織田家攻略。で、あと、成政軍だよね。問題は成政軍。成政軍もちょっと対応していかなきゃいけないので、その出兵の指示だけしましょう。いつも時間が経つと忘れちゃうので。まずは上野城に向けて、安土城の兵を出します。で、あとは岐阜に入っている部隊2万いるんですが、これのうち、そうだな、秀吉は残しておきたいので、秀長軍を編成していきましょう。秀長軍の方も、騎馬が、そうだね。騎馬1、騎馬1、清正をつけてあげる。で、鉄砲が、そうだね。長政ぐらいかな。今これで5、6なんで、7、8、9、10と、これで10人連れていきましょう。これを、越中、森山城へ。で、秀吉軍ですね。これを、いや、清洲城はきついわ。明智城だな。明智城もきついけど。明智城に向ける?いや、でも徳川も来るからな。桜ぼらから。なんでちょっと動けないな。秀吉軍は岐阜で静観にしましょうか。はい。というわけでね、今お話した戦略で進めていきたいと思いますので、ぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。